皆さん、こんにちは。今日は2023年1月18日水曜日です。今日のテーマは中国のコロナの状況について話をして、中国の公州ですね、大都会ですが、政治大会が開催されて、しかしですね、出席する議員さんはですね、500人のはずなんですよ。 しかし、十数人ぐらいしか出席しなかったんです。やはり感染していると言われていますが、これについても話をしたいと思います。情報が多くてニュースという形で放送したいと思います。一つ、1月14日、中国政府は WE2 にレポートを提出しました。1月8日から12日まで全国128万人 コロナ感染者が入院しましたと125万人が重症の患者さんです。入院した患者さんは90%以上は60歳以上の方です。そして5.99万人犠牲となったんです。5,500人呼吸できなくて犠牲となったんです。残りは合併症で亡くなったんです。この数字はですね、誰が見ても嘘です。 中国政府が公開した数字ですね。おかしいんですよ。これも中国政府が公開した数字ではありますが、中国には3.5万件の病院があります。もしこれで計算すると、平均1つの病院に5日間の間ですね、犠牲者は2人もいない状態ですね。しかし現実では病院はパンクしました。全国ですね。そして黄色い袋が やはりいっぱいです。亡くなった方を中に入れますので、平均1つの病院ですね、安置症は約2 0億くらい保管できるとするとですね、少なくても70万人なんですよ。そして WHO として要求しました。中国の政府はですね、症と死を単位にして、小分けですね、そういう詳しい数字を教えてくださいと、中国政府は黙っています。 やはり、詳細の数字は公開できません。やはり、自分の嘘ですね。バレてしまうんですよ。現在、中国の各地方政府ですね、ピーク過ぎましたよと発表しています。これは事実だと思います。ただし、東北地域ですね、あるいは農村部ですね、これからピークを迎えますので、中国政府がいたのはですね、あくまでも都会であって、完成のピークですね、過ぎたんですよ。 習近平の施策でもありますが、一気に感染してもらって、一気に終わるっていう施策ですね。しかし現状では、感染のピークは過ぎました。ただし、重症のピークはまだ続いています。特に東北地域です。喫臨症の喫臨死の情報ですが、病院はまだ薬不足で困っています。熱の薬もそうですし、 コロナ治療できる薬もないんですよ。例えば、ペクスロビッドという薬もないんですよ。病院としては、インドに発注しましたが、到着待ちです。政府がオープンだと宣伝する前ですね、宣言する前、薬は用意しませんでした。また、現地の医療関係者も大変です。医学生に支援してもらっていますが、しかし、医学生ですので、人工呼吸器の使い方は知りません。 使い方がですね、間違ったりするとですね、一部の患者さんはこれでまともな治療を受けることができませんでしたと。多くの患者さんは小さい病院に入院したんですよ。重症となってしまって、これで死の病院、大きな病院に移動されています。中国政府は帰省ラッシュに向けたですね、呼びかけています。帰省する際にお土産の代わりに薬を持って帰ってねと。 これでわかるのはですね、農村部の状態は本当に良くないんですよ。しかしですね、都会の薬不足がまだ完全に解決されていませんので、持って帰ってって言われてもですね、薬がないんですよ。持って帰ることはできません。ここで、関東省、国立高渉、福建省、雲南省の政府は、帰省する方にお願いをしています。山奥に帰る方、 帰省する際に薬を持って帰ってねと。政府が用意するから持って帰ってくれたら感謝すると。これはですね、一つの、あの、キャンペーンですね、運動です。平安ラッシュ、帰省ラッシュですね。薬を持ってもらえ帰省と。なので、政府が呼びかけて、この地域に帰るならですね、これを持って帰ってねと。現地について、現地の 診療所に渡してくださいと言います。つまりですね、政府は向こうに山の奥の奥ですから、行きたくないんですよ。自分がやはりね、あの苦労しますので。しかしですね、これがおかしいんですよ。PCR 検査の時代ですね、どんな田舎であっても、どんなに山の奥、奥であってもですね、道がなくてもですね、なんとかして馬乗って、山を越えてですね、 PCR 検査を受けてもらうんですよ。あの、馬に乗ってもですね、1週間歩いても PCR 検査を受けてもらうんですよ。あの、遊牧民族に対してもですね、受けてもらうんですよ。まあ、しかしですね、現在農村部、薬不足となんってしまうとですね、帰省される方についでに持って帰ろうとし、持って帰ると、持って帰ってもらおうとします。これが中国政府ですね。 どうして自分が行かないかと言いますと、利益ないからです。農村部のお医者さんですね。まあ、学歴は大体ですね、中等専業学校がそそが多いんですよ。中学校を卒業して3年間ですね、医療知識を勉強するだけでいいんですよ。農村部で大体ですね、数個の村を担当します。2000人未満の担当となりますので、通常ですね、診療所には あんまり薬というものは大量に起きません。そして、だいたいバンドエッドとか、そういう緊急処置ですね。できる範囲ですよ。やはり力は限られています。設備もありませんので、難しい病気はないんですよ。では対応できません。これが中国の農村部です。しかし、この状態で、北京市の政府ですね、表彰大会を開催しました。 3年間、我々はコロナと戦ってきて表彰大会です。でも、勝利という言葉はありませんでした。医療関係者の中に英雄というものを選んで表彰値を与えると。これについて、中国のネットではですね、やはり気持ち悪いと。恥知らずとか、あの、お墓の前でダンスを踊ってるよねというふうに批判しています。2、1月14日、 中国の通関総局ですね。えー、税関ですが、2022年、チップ、半導体のチップの輸入状態を公開しました。2022年、5384億枚ですね。輸入しました。2021年より15%減少です。そして、2004年からずっと増加してきて、これは初めての下落なんですよ。中国は WTO に加盟して、 世界の工場になったのはですね、2004年カナダと揺れています。そして輸入の総額ですが、去年4155億アメリカドルです。2021年より3.9%の下落です。これでわかるのはですね、半導体の値段は高くなってきています。また、中国の石炭と石油合わせてもですね、半導体の輸入額には負けています。そして、 これで分かるのはですね、米国半導体の規制で、中国の半導体輸入はこれからも減るでしょうと思います。半導体の輸入が減ってですね、中国製の商品、特に電化製品、スマホ、タブレットですね、そういうものは減るでしょうという意味です。次です4。4. 日本とインドですね、1月16日、お互いの戦闘機が初めての共同訓練が始まりました。 防衛、協力をするっていうイメージです。11日間続きますので、東京の自衛隊基士で行います。日本側は F24 機参加して F15 という4機ですね、参加しました。インド側は SU30 で参加しました。空中給油機、輸送機も参加しました。そして150名、インド側の空軍が参加しました。 これは2019年2プラスに外務長官と国務長官の会談で決められました。しかしコロナの影響があってずっと延期となっていました。日本はインド、アメリカ、オーストラリア、イギリス、ドイツ5カ国と戦闘機の連合,連合演習をしてきました。インドの行動はとても大事なんですよ。インドはロシアについているよねっていうイメージですが、しかしロシアより日本ですよと。 のののが今のインドの姿勢です例えば2020年、去年の8月、ロシア、中国、インド、空軍の連合訓練をするんですよ。しかし、日本海でやるので、インド側は参加はしましたが、始まる直前に帰りました。やはりね、あ,のあまり良くないですので。次です。4、インドネシア側はですね、ナトゥーナ諸島、 で、軍艦、無人飛行機を配置しました。中国の海警船に監視するためですよと。ナトーナ諸島について、インドネシアにしても、マレーシアにしてもですね、自分の領土ですよと主張しています。お互いはやはり自分のものですよと言っています。ここで中国は登場しました。中国政府は、南シナ海全部ですね、自分の領土ですよと主張しました。 インドネシア側の説明ですが、2022年12月30日から中国の海警船ですね、毎日来ています。特にマグロを取れる海峡で、海域であのパトロールしています。そして自分の漁民も影響を受けています。まだそこには天然ガスがありますので、インドネシア側はこれから開発しようとしています。当然ですが、中国側は猛反対ですね。あそこは 中国の領土だからですと言っています。まあ、中国はですね、あちこちで自分のものですよと言っていますね。次です。5。1月15日午後13時、両寧省にある化学工場で火災が起きて、2人は、えー、亡くなって、12人は不明、行方不明となって13、34人は負傷しました。40キロ離れた場所でのビルもですね、かなり揺れていました。 という,ふうに聞いておりますがこの工場は2012年に作られた科学の工場ですが、メンテナンス中に事故が起きたと言われています。従業員は2500名です。この数年ですが、中国の工場の事故が多いんですよ。次です。6。1月16日、インドネシアにある中国構想書の企業ですね、ニッケルを製造する工場ですが、現地の従業員はそこで抗議をしました。 中国人二人、現地の方は一人、犠牲となりました。抗議の原因ですが、安全対策の改善と給料の改善ですね。一部の工場の設備は放火されて壊されました。また、従業員の量ですね、100室以上破壊されました。現在工場は生産停止です。いつ生産再開かは未定です。 しかしこの工場はですね、2021年の12月から生産スタートですね。約1年ちょっとぐらいはしかやっていません。そして27億アメリカドルの投資です。次です。7。1月9日、杭州市第14回政治大会というものが開催されました。ここに書いてあるんですが、びっくりしましたね。 あの、全席、全員ですね、出席したら511人です。しかし、今の出席は13名です。欠席は538人ですね。これはですね、あの、中国ではものすごい珍しいんですよ。中国ではこのような大会、開催するときにですね、出席しないことはあんまり聞かないですね。どんなことがあっても、やはり出席するという文化がありますので、まだ中国の会議中ですね、 寝る人はいないですよ。あのいないですね。そして寝るとですね、偉いさんに尊敬しないっていう意味ですね。普段はいっぱい寝れるんですよ。どこでも寝れますので、楽しむことができますので、この会議の時だけですね、寝てはいけないんですよ。ここ、このバージョンはものすごい大事ですね。しかし今回、欠席が多い原因ですね。まあコロナに感染したからと言われています。次です。8、1月18日。 中国の副総理、劉閣、アメリカの財務長官、イエレンさん、スイスで会談する予定です。会談の内容ですが、米中経済の発展、米中経済についての考えを話をしていきます。世界の経済の衰退の可能性とか、そういう経済的なリスクとか、リスクの回避についても話をしますよと、意見を交換しますよと。劉閣は、スイスに行って、 ダボス経済フォーラムに参加します。イエレンさんはアフリカに訪問に行くんですよ。リュウと話をしたいのでスイスに寄ったんですよ。わざわざ。どんな話をする時でしょうかまだわからないんですよ。これはですね、まだ情報をまだ収集しますので。しかしですね、気になっているのは新しい外務長官ですね、チンさん。就任してすぐにアフリカにいたんですよ。訪問に行ったんですよ。で、帰ってきました。 しかし、イエレンさんはすぐに行くんですよ。なので、これでわかるのはですね、アフリカの影響力ですね。これからは、やはりそこで、えー、競争するでしょうと思います。次です。9。台湾側は発表しましたが、台湾製のチップの輸出ですね。2022年は2021年より18.4%増加でした。連続3年間、2桁の増加です。 と連続7年間の増加です。世界チップの64%が台湾製ですと言われていますが、まあ、TSMC 社が特に強いんです。他の国はですね、あのチップの研究をしてもしばらくの間は台湾はやはり強いでしょうと言われています。TSMC 社は台南の工場で3ナノメートルのチップの生産を、まあ、量産ですね、開始するよと発表しました。 そしてアメリカにあるアリゾナ州にある工場ですが、2024年にですね、4ナのメートルのチップの製造スタートですよと。しかしアリゾナ州の第2工場ですね、2026年から3ナのチップの生産を開始する予定です。台湾の TSMC 社ですが、最先端の製造業はですね、やはり台湾に置いときますので、台湾での製造がメインです。 あくまでも台湾が基本ですよというふうに言っていますのでアメリカでは製造はしますあの本当に最先端はですね台湾ですねという意味ですね次です10アリババの本社東院の委員会を設立しましたこれがこれからですねピンドドアもそうですし京東、えー JD とかそうですし、7などそういう会社は、えー、これからですね、党の委員会を設立すると聞いておりますが、アリババの本部はですね、北京にあってですね、そして徴用空の政府に管理するとなってきますので、そしてこれから党の歴史の巡業が始まりました。2016年ですね、アリババは、公衆と北京、ダブル本社という体制にしました。 当主にある党の党員の支部ですね、えー。2017年からです。ピッキにある本社の従業員の30%が党員ですので、党の支部ではなくて、党の委員会となってきますので。そして、バイトとかテンセントとか、シオミ7などの会社は全部ですね、同じです。党が把握です。やはり、ある程度ですね、 中国の民営企業ですが、成長しましたら、党の初期がですね、そこで登場しますので、党の初期ですね、あの、工場のあるいは会社の経営者よりも強いんですよ。11、天然党社。2022年、去年ですが、70件以上、腐敗、あるいは不正の案件がありました。100人以上は解雇されて、十数に逮捕されました。逮捕した理由ですね、汚職。 あるいは下請けの企業からお金を受け取ったりとか、あるいは会社の資金を勝手に使用したりとか、そういう話ですね。テンセントは大手企業であり、国際的な企業だと言えますので、やはり国際的人材を集めていますので、 そして会社の管理もですね、西洋側と同じですよと主張しています。しかし、それでも内部の汚職というものをですね、起きています。これでわかるのはですね、天ンとンの内部の管理はですね、やはり厳しくできない人はいるんですよ。例えば、党の官僚ですね、あるいは官僚の息子、娘、愛人さんですね。 なので、大手企業はこれからどんどん国営企業となってしまいます。国営企業はこういう特徴なんですよ。次です。12。DD のアプリはですね、やっと再登場しました。新しいユーザーの登録はできるようになりました。DD はですね、習近平の話を聞かずに、ニューヨーク株式市場に上場しました。しかし、3日、四日後にですね、叩かれました。 すべてのアプリですね、新規のユーザーの登録はできなくなってしまいました。それから5ヶ月後ですね、ニューヨーク株式市場から退場しました。それから中国政府に2億アメリカドル罰金取られましたね。まあ、DD が上場する前ですね、アリババもそうですし、あのソフトバンクの,です、ね、あのビジョンファンドという会社もそうですし、 なだとですね、中国の官僚の、あの、古代ですね、中国官僚の息子娘、まあ、孫とかですね、ものすごいですね、爆弾の投資をしました。最後の融資ですので、上場してですね、上場してもらって、集落したらですね、株価はものすごい上がりますので、そこで一気に売ります。これがいいんですよね。しかしですが、上場したらですね、すぐに中国政府に叩かれました。最後ですね、退場となってしまいました。 投資家にすればですね、今までの投資は全部消えてしまうんですよ。ほぼもう価値はゼロですね。株式市場に上場してですね、すぐには売れません。一期一定の期間ですね、あの株主が持っている株はですね、やはり売っていけないっていう期間があるんですよ。その期間、この期限となる前ですね、退場してしまいました。なので、あの、現金変わってきませんでした。全く売れませんでした。みんな、 大変です。これで分かるのはですね、この数ヶ月ですね、みんな結構世論ですが、社会的な世論ですが、世界的な世論ですが、習近平はもうすぐ IT 企業のことを許しますよ。習近平はもうすぐ許してくれますよとか、結構宣伝はあるんですよ。これで見るのはですね、なので、まあ、習近平と内部の闘争ですね、ものすごい激しいんですよ。まあ、特にですね、中国の官僚の子孫ですね、 あの孫さんとかですね。なので、みんなやはり手をつけていますので、習近平はそれを止めようとしています。これが習近平の入れ方ではありますので。そして、中国の習近平ですね。これからどんな行動をするでしょうか。アリババもそうですし、党の支部となりました。うん、登場しました。DD はですね、今はやっとですね、新しいユーザーさんは登録できるようになりましたが、これからはどうなるでしょうか。 まだこれについて話をしたいと思います。この動画はここまでですと思います。最後、いいねボタンをお願いいたします。ありがとうございました。